台風6号が夏休みの新幹線にも影響の恐れです。 JR 西日本は台風6号の接近に伴い、あさって9日の夜から10日の午前中にかけて、山陽新幹線を新大阪から博多の間で運休する可能性があると発表しました。詳しい運転計画は決まり次第発表するとしていて、台風の進路によっては運休の日時などが変わる可能性もあります。東海道新幹線では今のところ計画運休の予定はありませんが、 JR 東海は山陽新幹線の運休により新大阪駅からの直通運転をする列車に影響が出る可能性があるとしています。